鎮海区長鎮海区は、大韓民国継承南、道正原市の区、韓国最大の軍港の町として知られる、正原軍歴史を参照古代は、カヤのエリアで、白木時代は熊田,田県、統一白木と高麗時代は熊上県が置かれた。李氏朝鮮時代、継承道には、鎮海県という行政区域があったが、これは、馬山合北の山鎮付近であり、現在の鎮海区域ではない。 深海区域は、熊川県と呼ばれた。謎の特延演井里には、15世紀初めに、内陣浦和館が設置された。富山浦と共に、郡大和線の入港が許可された2つの港の1つとなり、日朝貿易の拠点となった。西保は1494年には、約2500人もの日本人が居住する最大の日本人居留地となったが、久し巨、大和と呼ばれた。 日本人居留民の活動は、両国間の摩擦を引き起こし、1510年の三浦の乱につながった。三浦の乱後、日朝貿易が再開されると、政府が唯一の開港地となった時期もあったが、1544年の蛇、両和平によって国交が断絶。1547年の日のと羊通事役場により、国交が回復。中世、熊川県は陶器の産地として知られ、 日本での高麗茶碗の分類の一つに、熊川と呼ばれるものがある。文禄・慶長の役の際に、熊川の陶工は、松浦重信によって、平戸に連行され、熊川での陶器生産は終焉する。熊川の陶工が平戸から佐世保に移って生産した、ものが三川は内焼となっている。文禄の役の際には、西保付近に、熊川山和城が建設された。 鎮海軍港1904年2月、日露戦争海戦に際して、日本海軍は、鎮海湾一帯を掌握、巨彩島で、海軍根拠地の建設が行われた。鎮海湾は、日本海海戦に際して、連合艦隊の集結地となった。日露戦争後、鎮海湾に軍港を建設する計画が進められた。再、現在の鎮海軍港の場所が選定された。1910年から、 鎮海軍港と都市の建設が開始された。この地域は行政的には1908年以降証言府の管轄下となっていたが、1911年に軍港一帯は馬山府に属する鎮海面として編成され、1914年に正さげ軍鎮海面となった。当初は鎮守府を設置する計画で軍港と市街地の建設が進められ、1916年に 鎮海用工部が設置された。以後、鎮海は日本海軍の軍港都市として発展し、1931年には鎮海遊に昇格した市の中心部にあるロータリーをはじめ、随所に王子の日本の都市計画の姿を見ることができる。また、地名には、末尾が町となる日本式の地名が付与された。日本の敗戦後、 鎮海の海軍施設は大韓民国海軍の前身である朝鮮海外警備隊によって利用された。1946年には海軍主管学校。1949年には大韓民国海兵隊が設立されている。1955年に鎮海市に昇格し、マサゲン軍を離脱した。馬山市、マサゲン市との関係は密接であり、馬マサチンと呼ばれる。 広域都市圏を形成していた。2010年7月1日、沈会市は馬山市とともに、マサゲン市に編入され、行政的にも一体となった。旧沈会市域は小原市沈会区に改変された。与佐川の桜日本海軍は、沈会の都市建設に際して、景観や土地保全のために、梅や桃、松など、各種の樹木を大規模に植えた。桜もその一つである。桜は、 海軍のシンボルとしてその後も植樹が進められ、1920年代半ばまでに、鎮海は桜の名所として知られるようになった。1926年の鎮海旋回図後は、花見の季節に臨時列車が運行された。日本の敗戦後、桜は日本の国家であるとして大半が伐採された。しかし百六十二年、桜の原産地が韓国だとする説が紹介され、 桜は日本から入ってきた樹木ではなく、元来我が国の土壌で自生したものとするイメージが広められたこと、1974年4月の木世紀大統領命令によって桜の大植樹運動が展開されたことで、現在の鎮海の桜が復活した。名綱特道、上杉影勝、な江え金次によって、西保付近に熊川山土城が建設され、小西行長が、 在人した大規模な移行が残されている馬山や小原等からバスが頻発している富山西部バスターミナルからの便も多いありがとうございます